皆さんこんばんは。元男の子の青木香音と野吉です。本日は上野公園で行われているフィリピンフェスティバルに来ました。どういうところが楽しいの？いろんな屋台があって楽しい。ママが作るさ、すごい美味しいプリン、それもあるんですか？あるかもしれないね。本当？売り切れだったらちょっと残念だけどね。探してみました。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。やばい、めっちゃテンション上がる。これとかもなんか。あ、できた。美味しいか。美味しそう。日本の国とは何か違うのはニンニク味で、あとローレルという、ゲッキッキという葉っぱかな、なんていうのかな。ちょっと風味があるんだ。そうそうそう。あとブラックペッパー。あー、ご飯と一緒に食べるのが美味しいんだよ。うん、はい、ご飯。美味しい。もう一口。あー、はい、ポテト。すごい、私は好きなプリンがある。初めてかも、お母さん以外のプリン食べんの。あー、でもすごい、なんか本当に似てる。うん、似てる。あのチーズケーキっぽい、あのわー、いったぞやっぱり美味しいでしょ、うん、ね、そっくり、すごい美味しい。そっくりじゃん、同じだね、味が。あ、野球動画。はい、野球動画で関連で、それでクーニーさん。そうですよね、私クーニーさんとコラボして、はいはいはい、高校球児さんです。すごいファンなんです。また見ます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、400名です。はい、おいしそう。これはフィリピンで結構人気のソーセージ。これのジャンボもある。これ普通のサイズ。チーズ、はい、どうぞ。チーズ入ってる。カサバケーキありますよ。カサバケーキ。美味しい。トロトロ。ママ、これは何？これはフィリピンの、アイスクリーム
屋さん、アイスクリーム屋さん、うん、あの道端でこう歩きながら、してるんだ、アイスいかがですかっていうことで、チリンチリンチリンって人を呼ぶわけ。あ、そうさ、それを聞こえたら外に出て、あ、すいません、すいません、買いますって。ラーメン屋と一緒ですね、日本の、あの、ラッパに行って。そうですね、同じ文化ですね。ちなみに味は何がおすすめですか？だいたい、まあ、皆さん好きなのはいろいろありますけど、梅ですね。梅、紫芋の紫芋、梅が。で、その次はマンゴー。マンゴーね。梅は今ありますか？これは、あの、フェイクなんです。これ、種のかさり。フェイク。おい、食べようと思ったのに。残念。すごい。トリハンデ。メロンポ。トリハンデポ。このミュー。わあ、すごい。なんかちょっとさ、普通のバターだと違うよね、ママ。サバっていう、サバ。うーん、うーん、中にコンデンスミルクもいっぱい入ってて、これにこうバナナをいっぱいつけて、あとさ、揚げバナナもあったよね。そうそうそう、あの春巻きの皮で包んでお砂糖でまぶして、あーやだー、揚げる。もしこの動画が良ければチャンネル登録、評価お願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。私の動画に出てくださった視聴者さんが YouTube チャンネルの架空兄弟という、グループチャンネルをやってますので、ぜひ画面の下から、あ、もう一回、今回私の動画に出てくださった、あ、ちょっといいテンポが悪いな、これ言い方今回私のチャンネルに出てくださったの、あーん、難しい今回私のチャン、あ、じゃあ今回って言い方もちょっとうざいなそう、めっちゃ悩むんですよ、いつも抑揚とか、難しい難しい、イップスになるんですよ、言いまくると毎回。今回私の動画に出てくださったあの視聴者さん、あの YouTube チャンネルされてます、あの架空兄弟っていうチャンネルなので、あ、ダメー今回私の動画に出て、あダメだ、はあ、ダメだ、これ沼にはまりました。はまったね。皆さんがこうグループのチャンネルをやってます、架空兄弟っていうチャンネル、ああ2回言っちゃったよ。今回私のチャンネルに出てくださった、じゃあお金持った方がいいんだ、持ったら私多分気合い入る戻り今回私のチャンネルに出てくださった視聴者さんが YouTube チャンネルされてます、私も架空兄弟気まぐれライフのチャンネルに出てますので、ぜひ画面の下から飛んでねー、飛んでねー、ちょっと面白いね、あのなんか罰ゲーム企画みたいのやってますので、それも見てくださいOK えやばいでしょ、食い込み方なんかいい、めっちゃ怖い、仲良くいきますよ、え、じゃあ2、2、うわ、めっちゃ怖い、1